はい、本日はですね、僕が持ってるノースフェイスの T シャツをすべて紹介していきたいなというふうに思います。で、僕が持ってるノースフェイスの T シャツ、半袖なんですけど、半袖がすべてで10点あるんですけども、で、今回紹介するのは、結構昔のやつもあれば、結構最近買ったやつもあったりとかするので、もしかしたらものによってはもう今売ってないものもあったりとか、今売ってるものもあったりするんですけども、まあ、それぞれは一応動画説明欄にアイテムの品番とか、まあ、その辺は載せとこうと思いますので、わからない分に関しては、書いてないんですけど、わかる分に関しては下に載せとこうと思いますので、早速紹介していきたいなというふうに思います。ではですね、まずはこちらですね、テックラウンジ T シャツっていうことになっててですね、まあこれは今でも発売されているものになってるんですけども、まあ、僕は購入してから3、4年経っててですね、以前これに関しての動画は出してるんですけども、まあ機能的でめちゃくちゃいいんですけど、ただ僕が着たらなんか医者というか手術中の医者になるというか、なんかそんな感じになる、手術中の医者になるというか、まあそんな感じになりますので、なんか僕としてはあんま気に入ってなくて、寝巻きとして使ってますという感じになってるんですけど、まあ、機能としてはめちゃくちゃいい機能になってるので、まあ、似合う方はいいと思うんですけど、まあ、僕みたいな感じの体型の方はちょっと似合いづらいかなという感じで思ってて、まあ、1着目はこんな感じです。実際着てみますね。これやっぱ自分で着ていいと思いますけど、やっぱりなんか似合ってないんですよね。多分首が空いてるのが、多分僕顔が長いからこの縦長になっちゃって似合わないんでしょうね。首が詰まってたらちょっとマシだと思うんですけど、こう首があるのがまあちょっと似合わんかなという感じになってますが、一応でも着心地はめっちゃいいので、これ寝巻きにはめっちゃ最高なんですよね。だけどこれまあ寝巻きにして買うのはちょっと高いと思いますので、まあ一応こんな感じで着てるということで、一応 L サイズで僕は購入してます。では次いきます。で次がですね、こちらのなんか数字書いてるなっていう感じの T シャツなんですけど、まあこれがですね、各ノースフェイスの直営店限定で売ってる、お土産 T シャツというか、そのショップでしか売ってないような感じで、僕はこれを鎌倉で買ってるので、一応背中のところに、この鎌倉って書いてあるんですよね。だから鎌倉限定のノースフェイスの T シャツということで、前に書いてるこの数字は緯度とか経度、そのお店がある緯度とか経度を書いてるらしいんですが、まあこれがお土産 T シャツで購入したということになってて、昨年購入したので、もう1年以上は着用してるんですけど、まあ本当になんか何気なく戦っただけなんですけど、これ意外と着心地がいいんですよね。で、繊維の割合としてはポリエステル 70%、コットン 30% なんですけど、めっちゃコットンっぽい感じ、コットンの方が多いんちゃうかなっていうぐらいの触り心地で、めっちゃ滑らかで、めちゃくちゃ着心地いいからなんやかんや気がついたら手に取ってしまうんですよね。で別にデザイン性がかっこいいとかは全然思わないんですけど、まあ失礼かもしれないですけど、あんま思わなくて、パッと見た感じではそんなに着たいとは思わないんですけど、着心地がいいので気がついたら取ってしまって、例えばスーパー買い物行く時とかやったら、なんか着やなあかんな、じゃあこれ着とこうかみたいな感じでこれ着てバギーズショーツ履いて出かけるっていうのがちょくちょくあったりするので、まあ、この鎌倉店だけじゃなくて、その原宿やったら原宿であったりとか、大阪やったら大阪であったりとかするらしいんですけど、まあ、それぞれの店舗とかであったりするらしいので、まあ、直営店行った際とか、例えば旅行行った際とかは、まあ、普段行かへんところやったら、まあ、購入してみるのもありかなと思いますが、まあ、いかんせんこれ今ですね、別に店行かんでも直接ショップに電話して買いたいですって言ったらなんか買えるらしいので、別になんか限定感あんまないんですけど、まあ、旅行の際とかに買ったら、まあ、ちょっと思い出になるというか、僕も実際これ鎌倉に行って買って夫婦でお揃いで持ってるので、まあなんかこの T シャツ来た時には行ったよなぐらいの会話できるので、まあちょっと楽しい思い出を思い出すためのツールとしてもまあいいんかなという感じで、まあ僕はちょくちょく着てる T シャツになってます。実際着ていきます。はい、とまあこんな感じで、まあ僕は M サイズ着てるんですけど、本当にジャストサイズっていう感じで、まあさっきと比べたら首が締まってるからまだこっちの方が似合いますよね。まあこんな感じになってるので、まあぼちぼち着てるかなという感じですね。まあ今ちょっと流行りじゃないんですけど、こういうタイトめのシルエットって、やけどまあ僕個人的に結構オーバーよりこういう方が好きなんで、まあ、海とか上がった時帽子かぶってこういうスタイルでバギーズみたいなのが、まあまあスタイルとしては好きなスタイルで、まあデザインがあんま好きじゃないんで海とかでは着ないですけど、まあこんな感じで着てます。で次はですね、こちらのノースフェイスのパープルレーベルのパックティですね。これは白と黒があるんですけど、まあ2枚両方あるってことで、まあ3枚目4枚目って感じなんですけども、これはまあ割かし最近買って1ヶ月ぐらい前ですかねに買ったばっかりなんで、まあそんなにまで汚れてたり下手ったりはしてないんですけど、まあ、パックティなんでやっぱり肌着感がちょっとあるというか、で僕あんまりそのシャツとか着る機会少なくて、普段は T シャツ1枚で過ごすことが多いので、まあ、これ1枚だけだとちょっと肌着感があるなっていう感じで、実はあんまり着てないんですよね。2、3回は着たんですけど、それ以外着る機会がなくて、まあ、全然着てないっていう感じにはなってるんですが、まあ、黒は結構まだそれでも使いやすい感じやなと思って、たまに着るんですけど、白に関してはもうほぼほぼ着てないっていう感じで、やけどちょっと若干首元が伸び始めてるというような感じになってるので、まあ、一応着替えます。まあ、白はこんな感じですね。まあ、ちょっとゆったりしてる感じなんですけど、まあ、これは
もういつパジャマに行くかなっていうような感じで、もうこれ多分タイムリミットが近づいては来てると思うんですけど、まあ、僕の生活の中ではあんまりシャツ着いひんし、スーツ着いひんから、まあインナーにすることないから、まあおそらくスリープモードというか、スリーピング T シャツになるんじゃないかなという感じで思います。では次、黒を着ます。はい、まあこんな感じで、まあ黒はね、まだ意外と使えそうなんですよね。だから、まあ全然これは使えるかなと思うんですけど、で、生地もそんなに分厚くないから、ブラックの T シャツで生地分厚かったらもう地獄じゃないですか。まだその日差し強い時にめちゃくちゃ分厚いので、黒の T シャツって多分結構しんどいと思うので、まあこれそんなに薄いんですよね。分厚くないから。まあそれやったら、まあこれやったらまあ真夏でも着れんちゃうかなぐらいな感じなんで、まあこれは多分スリーピング T シャツにはまだしばらく先は長いんじゃないかなということになってますので、今年何回かは、私服として着るかなぐらいの感じの T シャツです。はい。で、次はですね、こちらのジム用の服なんですけども、まあトレーニングウェアみたいな感じのノースフェイスの T シャツなんですが、一応ここにロゴがノースフェイスって入ってはいてるんですけども、まあ本当にトレーニングにこう特化してるような感じで、まあ速乾性も高いですし、あと伸びたりもするので、動きやすかったりするので、僕はもともとこれ教員時代にずっとこれ着てて、で、まあ教員辞めてからは、まあジムで着たりとかっていう感じぐらいの、まあ出番しかないんですけど、まあこんな感じっていうのが、まあこの T シャツになってます。で、これがですね、ちょっと品番とかも見当たらなかったんで、ちょっと今売ってるかどうかちょっとわからないんですけども、一応まあこれはもう売ってないかもしれないので、もうサクッとこれぐらいで終わりたいなと思います。はい。とまあまあこんな感じになってて、まあ僕は普段ジムでこんな感じで、まあこうやってガーって鍛えたりとか、上げたりとかしてるわけじゃなくて、まあただウォーキングマシンでちょっと歩いてるぐらいなんで、そんな大した運動はしないんですけど、一応ジムのスタイルはこんな感じとか、教員時代はこんな感じで、もうほんまに時計つけてこんな感じだったんですけど、まあ夏場はこのスタイルで半ズボンっていう感じでした。では次7点目っていうのが、こちらのカーキの T シャツですね。これに関しては教員時代から着ててですね、もうほぼほぼ最近はもう2年ぐらい着てないんですけど、まあ、これも機能的なT シャツになっているので、伸縮性もあるし、汗もめっちゃ吸ってくれるし、乾きも早いっていうような T シャツなんですけど、これに関してはちょっとサイズがちっちゃいんですよね。だからもうほぼほぼ着てなくて、教員時代は何回か着てたけど、もう最近は全然着てないっていうような T シャツになっているので、で、しかもなんやったらもう今も多分販売しないと思うので、まあ、これはもうサクッと紹介して着たいなと思います。はい、とまあこんな感じになってて、よくガリガリのやつがやる手法ですよね。結構タイトめの T シャツ着てごつくなったように見せるっていう、僕も一回は通ったことあるし、僕の弟もよくやってるんですけど、ガリガリのやつに限ってこういうピタピタの T シャツ着てこうムキムキに見せるっていう見栄を張るんですけど、僕そのためじゃなくてただただちっちゃくなってて、もうサイズが多分太ったからかしてなんか着れないのであんま着ないっていう感じになってます。では次がこちらですね。間違えてましたね。これが7点目ですね。まあ、これに関しては今は販売してるんですけども、GTD ロゴクルーという、まあ、ショートスリーブ丈の T シャツなんですけど、まあ、これも本当に速乾性のあるような感じになってて、すぐ乾くし、まあ、ジムとかで使えたり、あとランニングとかで使えるような T シャツになってるので、まあ、僕はジム用に買ったっていうような T シャツなんですけど、まあ、これももうほぼほぼ着ないですね。っていうのもなんでかっていうと、こういう河川の服ってやっぱ匂いがつくじゃないですか。で、匂いついたりとかして、どうやって匂い消そうかなと思って、メインチャンネルで僕は匂いの消し方っていう動画出してるんですけど、まあ、これは検証も兼ねて、一回熱湯でやってみたんですけど、これ熱湯でやったらしっかり芝とか残っちゃったんですよね。だから、まあ、これも紹介したらいずれもう着ることがないので処分しちゃうかなと思うんですけど、表面はこんな感じで裏は、まあ、こういうシンプルなロゴがワンポイント入ってるだけというような T シャツになってるので、まあ、ランニングとかには向いてるんじゃないかなという感じは思います。で、匂いの消し方が気になる方は一応動画説明欄に動画貼っときますので、これが一番匂い取れますよという方法はあるんですけど、まあ、これはちょっと失敗したという感じにはなってます。はい、とまあこんな感じになってて、これ L サイズなんですけど、やっぱその熱湯で消毒したっていうのもあって若干サイズ縮んでるんですよね。ほんまは多分もうちょっとは丈あったんですけど、これギュッと上がってるので、もう結構ちっちゃくはなってるので、まあこれは今後も多分出番はおそらくほとんどないやろうなという感じで思います。で、次が9点目こちらですね。これも最近紹介した動画ではあると思うんですけど、ピクチャードスクエアロゴティというロゴティになってて、まあこれは一応私服用として着れるようにはなってるんですけど、まあ僕個人的に好きで買ったっていうわけではないので、あんまり着いひんかなと思うんですけど、まあ、いかんせんこれ嫁とお揃いっていうので、嫁とお揃いの場合はですね、強制的に着させられることが多いので、まあこれは今後もちょくちょく動画とかで着てるんちゃうかなと思うんですけど、多分一人で出かける時とかは着ないと思うんですけど、嫁と一緒にちょっと買い物行くとかスーパー行くとかっていう時はこれ着ることがあるのかなという感じでは思います。ちょっとオーバーサイズ気味なんで、まあトレンドっぽい着方ができるような T シャツになってるので、まあこれも着替えたいなと思います。はい、まあこんな感じで、まあ少しちょっと大きめですよね。この肘ぐらいまで来るかなっていう感じで、これが L サイズで着てるんですけども、まあコットン100なんで結構ガシガシした感じにはなるんですけど、まあちょっとその辺散歩するとか、まあ、ちょっとコンビニ行くとかぐらいの時は着るんかなっていうようなイメージですね。まあ、なのであと2点あるんですけども、まあ、基本的には私服で着るものっていうのはほぼほぼなくて、まあジムで着たりとか、あと動画で着たりとか、ちょこっとそこで出かけるために着るものっていうのがもうほとんどなってるので、私服で着るものはないんですけども、
あと残り2点、まあ、次のやつは僕がオリジナルというかオーダーで作ったやつなんで、まあそれを紹介していきたいなと思います。9点目がですね、こちらの T シャツになってるんですけど、一見パッと見たら普通の T シャツやんって感じなんですけど、今ノースフェイスでカスタムできるっていうシステムがあって、それはなんかカバンとかもできるんですけど、こんな感じでロゴとかを入れれたりするんですよね。で、自分の好きな文字を入れれたりとかするので、まあそういうのを入れたんですけど、これは既存の元々ある形をはめてで作ったっていう感じになってるので、店頭ではもちろん売ってないですし、ネットで自分で作れば作れるんですけど、まあこういった T シャツを作ったということになってて、まあ視聴者の方からもなんか拓蔵さんのこれ真似していいですかとか言って作りはった方もいらっしゃるみたいなんで、まあ世界で1点だけっていうわけではないので、何人か持ってはる方はいてるんですけど、まあこういう自分でカスタムするサービスもノースフェイスにありますよという感じになってて、 T シャツ以外にもカバンとか、あとはショートパンツですねとかもあったりするみたいなんで、まあ、僕もその辺はあんま詳しくは知らないんですけど、そんな感じで作った T シャツということになってます。はい、では着てみるとこんな感じですね。結構タイトめというかジャストサイズみたいな感じのサイズ感になってて、これが M サイズなんですけど、結構ジャストサイズな感じで、まあ背中にロゴが入っているという感じにはなってますね。これはポリエステル100なんで、本当に速乾性とかがあるような感じになってるので、まあジムとかでも使おうと思ったら使えるような感じの T シャツかなとは思うんですが、まあこれもほぼほぼ最近は着てないですね。まあそれよりもですね、ちょっと着替えばっかりで少し疲れてきたんですが、ラスト1点紹介したいなと思います。はい、ラストがこちらの T シャツですね。これもジム用みたいな感じなんですけど、これ一番最初にノースフェイスで買った半袖の T シャツってことで、これ教員時代で仕事着として使ってたものなんですけど、多分僕の生徒とかが今見てくれてたら、うわこれよう見てたなとか、さっきの迷彩とかもよう見てたなって感じだと思うんですけど、まあこれは完全に仕事着として着用してたっていうことになってて、まあなので今はほぼ出番がないという状態で、なおかつこれ自体も結構昔のアイテムなんで、今もう販売がないんですよね。なのでこれ以上喋っても僕の思い出しか出てこないので、もうこの辺はこれで終わりたいなと思います。はい、ということで以上10点を紹介したんですけど、もうこれに関してはもう着なくても販売されてないのでいいかなと思って飛ばします。ということで以上10点を紹介したんですけども、まあほとんど僕は私服で着ることないですし、もうジム着ばっかりなんで、もうこんなにジム着って必要ないので、まあ多分もうこの動画を機に何点か処分していくかなというふうに思うんですけども、まあ今回処分する前に一旦整理として、まあこういう感じで動画が作れたんで、まあ良かったかなという感じでは思います。おそらくですね、今も売ってるアイテムに関してはちゃんと僕動画作ったりしてると思うので、まあそれはまた動画説明欄に一緒に貼ってますので、ちゃんとした紹介が聞きたいという方はそれを見てもらったらいいかなと思うんですけど、まあざっくり僕が持ってる自殺ざっと紹介したっていうのが、まあこんな感じになっております。ちょっとですね、あまりにも思ってた以上に10点も着替えるのがちょっと疲れてですね、後半はちょっと舌がちょっとずつ回らなくなってきたんですが、まあもうちょっとこの辺で終わりたいなというふうに思います。はい、ではですね、本日は僕が持ってるノースフェイスの T シャツ10点を紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。